現在、護衛艦加賀が F-35B 戦闘機を艦載するための改修計画を作成しているそうですが、機体が集まっていた艦首が、ついに四角に変身したという情報が入ってきました。今回は、艦首改修により、四角化について見ていきたいと思います。今までは台形だったのですが、四角になると、威圧感が出てきたように感じられますね。この変更で、F-35B 戦闘機が、もっと安全に運用展開できることになるでしょう。そして、艦載機となる F-35B 戦闘機部隊も、それに向けての訓練をスタートすることでしょう。2022年3月から、海自4護衛隊軍所属の出雲、片護衛艦の2番艦加賀は、広島県呉市のジャパンマリンユナイテッド呉事業所内の修理ドックで、改修工事を行っています。これは、来年度から、航空自衛隊に、配備予定の垂直、短距離離着陸、ストブルキ F-35B ライトニング2を、艦上で運用する軽空母化するための工事です。その加賀の艦首部分の画像が12月27日、第4護衛隊軍のツイッター上にアップされました。これによって、加賀の空母化改修工事が着々と進められていることが明らかになったというわけです。もともと、出雲、片護衛艦の飛行甲板艦首部分は、艦首に向かうほど幅が狭くなる台形状でしたが、この形のまま構想していると、艦首付近に乱気流が発生して、短距離発艦を行う F-35 戦闘機に悪影響を与えると判明したため、出雲、片護衛艦2艦の艦首形状を変更したのです。F-35 ライトニングには、アメリカ海軍でも艦載機となっていますが、それを運用している強襲揚陸艦と同じように、四角形と改修したということでした。アップされた画像を見ると、艦首部分の飛行甲板が横に張り出して四角形になっているのがわかります。この他にも、飛行甲板上の右舷艦首側にあった近接航空防御火器システム、シースの高性能20ミリ、機関砲ファランクスが撤去されていることもわかります。このファランクスは、甲板を拡張するために一時的に撤去されたものなのか、もしくは、発艦時に邪魔になると見越して、艦橋に近い場所に移設されたものなのか、判断できる情報はありませんが、飛行甲板上の艦首部分は、F-35B の発艦時に障害となる可能性があり、危険と思われるので、移動されたと考えるのが妥当と考えられます。出雲、片護衛艦の空母化改修計画について紹介します。まずネームシップである1番艦出雲から始められ、2020年、令和2年に改修費として31億円が計上されました。これによって F-35B 戦闘機の発着を可能にするための最小限の改修を行ったのです。飛行甲板4番、5番スポット、ヘリコプター発着艦用スポット周辺は F-35B が垂直着艦すると想定されていたため、その際、甲板に吹き付けられる極めて高温のジェット噴流用に耐熱塗装を施しました。他にも飛行甲板に赤と白が交互に塗られたセーフパーキングラインが縦に引かれましたが、ラインより左舷側が戦闘機の滑走路で、右舷側が、駐機スペース、エプロンという目安のラインです。滑走路となる艦尾から、艦首部分には、滑走ラインの白黄色のトラムラインが、縦に引かれていて、それと交差するように、2本のラインが引かれていますが、これは、短距離発艦する際に、F-35B の水力ノズルを下に向ける目安となるショートテイクオフラインを、右舷の艦橋前端あたりに引き、250フィート先に、発艦ポイントとなるバウラインが引かれていることになります。
出雲にはこういったラインの他に飛行甲板に誘導灯が設置されるなど F-35B が発着艦可能となる最低限の改修が施されました。2021年10月5日アメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B 戦闘機2機が四国沖太平洋上で出雲への発着艦試験を成功させたことによって、太平洋戦争以降日本の海自護衛艦に初めて固定翼機が発着艦したことになりました。エポックメイキングとなった人、喜んだ人もいたようです。今後の出雲改修予定ですが、2024年、令和6年に2回目の改修を行う予定です。内容としては、今回の加賀改修のように、艦首を台形から四角形へ形状変更する工事などが予定されていて、出雲は2026年、令和8年に空母化改修を終了する予定となっているそうです。2番艦加賀は、当初計画では、2021年、令和3年、3月からの定期点検で、空母化改修工事すべてを一気に行う予定でしたが、当初計画では、艦内格納庫などの動線などについて、問題があることが発覚しました。そのため、艦内改修工事を先延ばしすることになりました。今回の第一次改修は、2023年、令和5年に終わりましたが、その後、着艦誘導装置や温度計測装置の設置、飛行甲板上の標識灯火灯改修や、衛星通信装置などの改修も行われて、最終的に、軽空母への変更が終了するのは、2027年、令和9年の定期検査時と見られています。この着艦誘導装置は、アメリカ海軍とレイセオン社が共同開発したズポールス、ジョイント、プレシション、アプローチ、アンド、ランドイングシステムのことです。出雲、加賀の2艦へ搭載される予定になっています。このズポールスは、GPS 衛星信号と管制広報システムを利用し、F-35B やオスプレイなどの海上を飛行する航空機を着艦させるため、自動的に安全かつ正確に誘導する全天候型システムということです。防衛省は、2023年度、令和4年度、予算で出雲、だけに自衛パルスを搭載し、加賀の分は、後年度に予算確保する方針としています。出雲、加賀護衛艦の空母化改修予算について、政府は、2022年12月23日対前年比 26.3% 増となる過去最大の6兆8219億円にも上る2023年度防衛予算案を閣議決定しました。内容としては、2023年度防衛予算内の出雲、加賀護衛艦改修費用内訳の出雲、着艦誘導装置先行取得費用36億円、アメリカ軍からの技術支援経費12億円、加賀の管制室ガラス窓変更など、工事経費13億円などが、2022年夏に予算が上程されていたのですが、それ16億円も上積みされたということになりました。軽空母化した出雲、加賀護衛艦に搭載し、運用されるはずの F-35B は、2023年度予算に8機取得費として1435億円が計上され、こちらも2022年夏の概算要求では6機取得予定だったのが2機分が追加されたことになります。予算を比較すると、2022年度令和4年度予算は4機取得分510億円を計上、2021年度令和3年度予算は2機取得分259億円、2020年度、令和2年度、予算は、6機取得分793億円を計上していますから、来年度と合算すると、F-35B 戦闘機を20機航空自衛隊が保有することになります。防衛省は、
最終的に42機の F-35B 戦闘機を購入する計画とみられています。購入した42機で新たに航空隊が編成され、国内の地上配備先としては、宮崎県新富町の航空自衛隊新連原、ニュータバル基地が計画されているようです。この航空隊では、アメリカでパイロットの教育を行い、その後2024年度、令和6年度から配備が始まる予定と言われています。空母化改修対の出雲、片護衛艦へ、搭載できる F-35B 戦闘機の数ですが、それぞれ十数機程度と推測されます。飛行甲板上へ乗せられる数は、マックスでも、せいぜい18機程度と見込まれるようです。この数を見て軍事専門家という人の中には、巨額経費を注ぎ込んで、たった2隻を空母に改修したとしても、中国海軍空母、たった1隻が乗せられる数より少ない、意味がないという意見を持つ者もいるようです。と言っても、これは、単純に、搭載機の数だけの比較です。海地が仮想敵とみなしている中国海軍は、現時点で、2隻の、大型空母遼寧と山東を就役させています。3隻目の福建は先日進水し、間もなく就役するとみられます。ここ数年は、これら空母とミサイル防空巡洋艦などが、アメリカ海軍のような空母打撃群を編成、東シナ海から西太平洋にかけて活発に進出していて、第二海軍とも称されている。中国海峡局艦艇が沖縄県石垣市の尖閣諸島に連日出没しては領海侵犯を繰り返し軍事的圧力を強めていることはよく報道されるのでご存知の方も多いでしょう。日本の領土である尖閣諸島防衛拠点は南西諸島なのですが空自の主力戦闘機 F-15J イーグルや F-35A ライトニング2が離着陸可能な2400メートル以上の長さの滑走路がある場所は沖縄本島の那覇基地ただ一つです。この基地は尖閣諸島に中国軍が上陸するときには真っ先に攻撃対象になり対地ミサイルの飽和攻撃を受けて破壊される可能性が大きいと不安視されています。万が一那覇基地が使用不能になれば、尖閣諸島付近の空母から飛び立つとみられる中国軍機に対し、航空自衛隊は距離の遠い九州の基地から往復しなければならなくなり、圧倒的に不利な状況に陥ってしまうことが簡単に推定できます。しかし、新田原基地に配備される予定の F-35B 戦闘機は、短い滑走路でも、離着陸が可能ですし、出雲、片空母を南西諸島付近に配置すれば、F-35B の活動拠点がさらに増えることになりますから、かなり安定して離島防衛に当たることができると思われるのです。この場合、出雲、片護衛艦は移動航空基地として使用されることになりますから、出雲、艦自体に乗せる戦闘機の数が少ないとしても、何ら問題はありません。これによって、日本の離島防衛に貢献してくれるだろうと考えられているのです。